名鉄3300軽電車は、名古屋鉄道が1987年に導入した通勤軽電車である。名鉄の直流線5 0 0ボルト電化路線において、運用された吊り掛け駆動車各形式のうち、間接自動診断制御機を搭載する AL 車に属する。以下、本校においては3300軽電車を、本系列と記述し、また、編成単位の説明に際しては、 制御電動車も3300系の車両番号を持って編成故障とする。1980年代以降の名鉄は6500系、6800系など通勤系車両を大量に導入して名古屋本線、犬山線など幹線系統の運用に充当し、余剰となった AL 車各形式など高経年の旧型車両を順次代替した。 この一連の代替計画に基づいて廃車となった AL 車には頑丈な一体中高性大車枠を持つゲルリッツ台車を装着する OR 車と称される3850系及び3900系が含まれていた。両形式の台車をはじめとした主要機器はまだ使用に耐えうる状態であったため、それらを流用して車体を 申請した車両を視線系統に導入することによって、視線系統において運用される車両の体質改善、及び旅客サービス向上を図ることとした。本系列は、以上の経緯によって、制御電動車も3300系、中間電動車も3350系、及び制御車、区2300系の3形式によって構成される3両、編成4本、計12両が、 1987年6月に日本車両製造において申請された。本系列同様のコンセプトによって申請された車体更新車には、瀬戸線における輸送力増強及び冷房化率向上を目的として1986年に導入された6650系があり、OR 車の車体更新車としては本系列はに形式目の導入例となった。また、 本系列に先行して導入された AL 社の車体更新車である6650系及び7300系とは異なり、本系列は電動車形式を3000番台、制御車、付随車形式を2000番台とする旧型車各形式における車両番号付与基準を踏襲した。車体外観は6000系と類似しているが、本系列は前日の通り廃車となった。 OR 車より主要機器を流用した自動空気ブレーキ吊りかけ駆動仕様の車体更新車であり、性能は全く異なる。また、従来の L 車各形式は MT 比1、1を基本としたが、本系列は視線区における輸送力増強を目的として3両固定編成で設計されたため、例外的に MT 比が2、1に設定されている点が特徴である。このように、 四線系統への導入を前提として、設計、製造された本系列は、主要機器の再利用や多形式との予備部品共通化、及び車体設計の共通化などにより、導入コストを完全申請者比で、約65%に抑制しつつ、四線系統における運用車両の質的向上を実現した。6000系9から10次車及び6500系1から4次車と、 共通設計の全金属性、順調角構造の軽量を構え体を備える。車体長は、先頭車が 18,150mm、中間車が 18,100mm で、前傾に形式と共通寸法である。ただし、前面形状は、前傾に形式の該当するグループが、いずれも四面折り妻形状の非貫通構造であったのに対し、 本系列は6000系8次車以前及び6650系と同様に、つまめん中央部に貫通扉を備える貫通構造とした。また、前面腰板部には6650系と同様に、発光大王土式の後部標識灯、通過標識灯兼用の標識灯を左右一灯ずつ設置した。その他、床面高は、 機上面より 1110mm として従来車の標準値である 1150mm より 40mm 低昇化し、駅プラットフォームと床面との段差を縮小した。側面には 1300mm 幅の両開脚用扉を片側3箇所配置し、扉構造は6650系と同様にステンレス製としたが、6650系が、 車内側をステンレスの地肌色が露出した無塗装仕上げとしたのに対して本系列は車内外とも塗装仕上げとした点が異なる。側面窓配置は先頭車も 3300K、2 3 0 0型が DD 3 d 3 d, 型が d 3 d 3 d に中間車も3350型が 2D3D3D2 で、 6000系9から10次車及び6500系1から4次車と同一である。ただし、側窓構造は前傾に形式が一段上昇式であったのに対して、本系列は一段加工式として窓開閉の操作性を向上させ、また窓枠をアルミ樹肌色が露出した無塗装仕上げとした。側面窓上には本系列と、 同時期に落成した6 5 0 0 k 四次車と同様に種別、行き先表示装置を設置した。車体塗装はスカーレット1色塗りで各客用扉の扉倉庫に設置されたとあたり、レールより上部を3、扉車を表すライトグレーに塗装した。車内は落成当初よりロングシート仕様であり、壁面はクリーム色系統のアルミで凝らし上げとし、座席表皮色は 赤系統とした。天井部は平ら天井構造とし、天井部中央には、機上方向に送風機を一列配置して、冷房装置の冷風吹き出口を兼ねた、冷風冷房方式を採用した。床面はグレーを、基調色として通路部に相当する800ミリメートル幅分を赤系統とし、座席色との調和を図った。また、車内床部に設置された、 主電動機点検外は、駆動装置の動作音や、レール継ぎ目音など車外からの騒音を遮断する、目的でゴムを併用した、干渉施錠方式とした。前述の通り、走行機器は三千八百五十系及び三千九百系の廃車発生品を流用した。ただし、制御装置については三千八百五十系が、搭載した、三菱電機アブフムマイナス百五十四メガヘルツ 会は流用されず、全社とも、東洋電気製造製の電動化無軸式、自動加速制御装置 ES-568A に統一されている。主電動機は、AL 社における、標準機種である東洋電気製造 TDK-528、18PM 直流直巻電動機を、電動車1両あたり4機搭載、歯車比は3.21駆動方式は吊り掛け式で、 ある。台車はも3 3 0 0系及びも3350。型は枕羽根を板羽根としたゲルリッツ式の住友金属工業 FS107 を装着し、9300型は枕羽根をコイル羽根とした軸羽根式の住友金属工業 FS13 を装着する。FS107 台車は3 8 5 0系も3850。 形及び3900 k も3900型、もう3950型より、FS13 台車は3900形、区29 2900二さ2950型よりそれぞれ流用したものである。なお、本系列の用途を踏まえ、曲線区間の多い視線系統における運用対策として、区2300型が装着する FS13 台車には、非常という装置を新設した。 同装置には速度制御機能を持たせ、潤滑油の無駄な消費を抑制するため、高速走行時及び駅構内などにおける停車時には、というを停止する。制動装置は、A 弁を用いるアマ、赤自動空気ブレーキを常用制動とし、保安ブレーキを併設した。冷房装置は6000系、6500系、6650。 系などと同一機種の投資バプーマイナス3004アージュを1両あたり2機搭載するが6000系6500系において採用された熱交換換気装置は省略された。補助電源装置及び電動空気圧縮機については冷房装置の搭載及び3両分に供給可能な大出力を確保する都合上流用品ではなく心臓品を採用した。 補助電源装置は GTO 素子を用いた東洋電気製造 SVH70 から447衛星式インバータを電動空気圧縮機は交流駆動の C-2000LAC を採用いずれも空2300型へ搭載した前者は5700系が採用した機種と同一であり後者は7500系が 危機更新に際して搭載した機種を交流駆動に改良したものである。連結機はも3300系及び、国1300系の前頭部に密着自動連結機を採用。編成内の中間連結部には、棒連結機を採用した。落成後は3両編成4本とも、犬山県尺に配属され、1987年6月20日より、主に、小牧線、高ヶ原線 広見線を中心として運用を開始した。当初は感染系統における普通列車運用にも充当されたが、1991年10月21日のダイヤ改正を機に感染系統における運用は消滅し、犬山地区の支線系統における運用に専従した。また1996年3月12日より従来地行線において運用された。 比例棒の HL 社である3700.3730系を代替するため、蓄光線においても運用を開始した。導入後の変化としては、後年3、扉車を表す、客用扉の塗り分けが1993年の3500系の導入を機にライトグレーから、ダークグレーに変更されたことに伴い、本系列も順次塗装変更が実施された。しかし、 後年になって3、扉車の在籍車両全体に占める割合が増加し、区分の必要性が薄れたことから、3、扉車各形式と模脚用扉部の塗り分けを廃止して、スカーレット1色塗りに戻されることとなり、本系列も2000年10月から翌2001年10月にかけて順次塗装変更された。 その他、1998年1月に3301編成の搭載する冷房装置が、東芝プーマイナス3061に交換され、容量の増強が図られた。後年は主に、小牧線において運用された本系列であったが、2003年3月に予定された、小牧線と名古屋市営地下鉄上井田線との相互、直通運転開始を機に、 直通運転及びワンマン運転に対応した新型車両である300系によって代替されることとなった。本系列の経年は落成から16年程度であったものの搭載する走行機器が急閉かつ経年の高い流用品であったことから2003年3月27日のダイヤ改正における小牧線、上飯田線の相互直通運転開始をもって 全車とも運用を降り立つ、同年3月31日付で、全車除籍され、本系列は全廃となった。また本系列の全廃によって、瀬戸線を除く名鉄の河川電圧1500、ボルト電化路線より、自動空気ブレーキ吊りかけ駆動仕様の旅客用車両が、消滅した。廃車後は、全車解体処分されたが、本系列が装着した、FS107 台車と、 TDK-528、18、PM 手電動機のうち7両分が越前鉄道へ譲渡された。また、LED 式の標識灯は従来白熱灯式の標識灯を装備した6500系一時車へ転用され、SVH70 から447、衛星主系インバータは1030系も1131及び1380系も 1384? もう1584の補助で延言装置換装に際して流用された。ありがとうございます。